福島第一原発事故の処理費用を賄うため東京電力が作成している再建計画で原発の再稼働を前提に1基あたり500億円の利益を見込んでいることが分かりました廃炉や賠償などの費用は22兆円規模に膨れ上がる見通しで東電は毎年5000億円の年出を迫られています ANN が入手した再建計画の素案では時期は明示しないものの原発を再稼働すれば1基当たり500億円の利益が見込め信頼回復の上で実現するとしていますまた、総配電事業で他の電力会社と再編を進め2025年度までに1500億円の費用を削減します東電はこの計画を来月にも国に提出する予定です ただ、再稼働の見通しは立っておらず計画が実現されなければ電気代の値上げなど国民負担が更に増える可能性があります。